ヤマトからの贈り物。太古の昔に私たちの先祖が作り出した日本固有の言葉、その伝統の上に生まれた言葉がヤマト言葉です。山、川、夢、これはみんなヤマト言葉。日本語の読み方は音読みと訓読みがありますが、音読みで発音されるのは漢語、訓読みが大和言葉と覚えていただくと分かりやすいかもしれませんね。大和言葉が日本人の心にジーンとしみるのは、その一音一音が先祖たちの感性を表しているものだからなのです。さて、今日ご紹介する大和言葉はベーシックです。基本ありがとう、うん、ありがとうですね。ありがとう、はい。音読みの単語では感謝と言ったりしますけれども、そうですね、うん、音読みではですね、この単語一つ、感謝で一つの意味を理解するのに対して、大和言葉 の、 このありがとうというのは、この一音一音がこう心に響く音というか、音自体が心に響く音で構成されているんですね。でだから、例えばありがとうという言葉は音を変えると、ありがとう、ありがとう、あありがとうねとかっていう表現で、この音だけで響くんですけど、うん、感謝という言葉は意外に感謝、感謝、確かに感謝、確かに心の響き方がね、伝わり方違いますね、うん、なので、例えば言葉の一つのフレーズとすると、おこわさんに感謝の言葉を述べたいですというのと、はい、おこわさんにありがとうと言いたいです、うん、というのはちょっと響きが違うし ね、 違いますね、うん、でこういう響き方がね、違うと思いませんか、うん、でこのように大和言葉には心に染みるという特性があります。大和言葉特有の柔らかさと穏やかさを持った言葉です。次回の大和からの贈り物、お楽しみに。ではさて、今日の2曲目ですね、マサからどうぞ。はい、今日の2曲目はフェズで暁